ノマチューブ。はい、どうも。さあ、今回の T3 は、イベントで、またね、アリーナパズルっていうのがね、開始されたね。アリーナパズル。これはとりあえず、あと、ピースが4枚。1日4枚か。1日4枚獲得できるんだね。ほんで、全部完成させると、このフレームがね、弾けろっていうのが、どれ？弾けろってどれ？弾けろ。ん？どれだか分かんなかった。あ、これだ。がもらえるってことだね。アリーナパズル。意外と面白い。これなんだろうね。これだけじゃまだ分かんないね。ピンク色の髪の毛のサングラスかけてるの。よく分からん。そう。が始まったよってことだね。あと、あれさ、新しい新キャラが次のシーズン出るじゃない。ほんで、次のシーズンもさ、今シーズン5だけど、シーズン6じゃなくて、なんか新しいシーズン1が始まるっていう話もなんかちらほら出てるよね。そこら辺はまだ確定の話は出てなくて、噂程度のね、感じだけど。ね、そうなるかもしれないんだね。新しいシーズンがまた1からスタートするっていうことかもしれない。そう。なんか運営がさ、ちょっと前に音楽、ミュージックをアップしてて、その音楽のさ、曲のタイトルがね、ニューワールドっていう曲だったのよ。いい曲だったんだけど、それもちょっと関係あるのかもね。新しい世界がまたスタートするよっていうね。エンジョイちゃんちょっとごめんなさい。今動画撮らせて、1試合しかやらないから。ほんで、あとその新しいさ、シーズンが始まって、新しいあれでしょ、キャラが追加されるでしょ。そのキャラも一応ね、このチームのカスタムにまず入って、ルーム作成して、まあ、例えばパッ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 ってやって完了で、これで OK で、ルームに入ったでしょ。ほんで、まあ、イージーボットでいいんだけど、ここでボットを追加する。パッ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 ってやると追加するでしょ。ほんで、ここパッ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 さ、ボットのキャラ変えていくと、あ、過ぎちゃった。新しいキャラがね、表示されんのよ。でも使えるわけじゃないよ。ボットにも多分来ないと思うんだけど、一応ね、この絵だけは見れるようになってんだね。どこ行っちゃった？これをね。そう。この新しいキャラ。あ、過ぎちゃった。めんどくせえな。全部この新しいキャラにちょっとしてみよう。でもね、これでスタートしたところでもう一回キャラ選択になるから、この新しいニューキャラは当然まだ出てこないっていうことよね。この絵だけは新しいキャラが表示されるよっていうことだね。このキャラなんだ。これね、ちょこちょこ情報は出てきてんだけど、ヒーラーだよね。ヒーラーに特化してるっていう感じだよね。自分は選べないもんね。そう。こんな感じ。まあ、これでスタートを押したところで、またね、ちょっとやってみる。あのキャラになるわけじゃない。まだあの絵だけだね。まあ、ここで、まあ、選ぶじゃない、適当に。ね、下の欄にもまだいないもんね。で、こうやってボットがランダムにね、決められちゃうんだけど、ここでは出てこない。あ、これはもういいや。はい、終了。そう、そんな感じ。はいさ、あ、じゃあ決定戦一回ね、ちょっとやってみよう。はいさ。まあ、どうなるのかね、次のシーズン。あと1週間もないぐらいで次のね、シーズンが始まるけど、どんな感じになるんだろう。キャラはあのキャラが追加されて、
あとはね、システム的にどうなのかね、シーズン6にならないでっていう感じだから、もしかしたらね、うん、新しいシーズンが始まるっていう感じになるかもしれない。マディーナ、本当多いな、マディーナ、ほぼマディーナ、マディーナ、防衛側、あ、じゃあこれ、例の、あれのやり方で、やってみるか。ヒーラー特化のニューキャラか。なるほどね。なんかヒーラーばっかになっちゃいそうかね。ヒーラーと、でもこれもあれだ、お試しでさ、今、あの、スキルのね、新しい2が追加されてるけど、お試し期間中だからね、元に戻る可能性もあるよね、前みたいに。まあそういうのも楽しみにしておきましょう。さあよろしくね。これはどうかしら。はい。ヘビーウェイトアームズインカミング。防衛防衛ってことはこっち。防衛。まあ、これ、わーってやったら、ここに乗っちゃえばね、わーって上がるからね。3、2、1、え、どこかの人は？ん？大丈夫？すごい動く。え？大丈夫かしら？どうかな。みんな守ってよってことだね。あそこにガトリン、ガトリンやっぱいるよね。もうよくわかんないじゃん。適当に撃っとこう。ここら辺はね、味方頼みのところあるからな。なんか裏から来そうな気がしない。そんなことはない。上のガトリンが効いてるな。これはジャバリの盾が硬い。いいえ、味方の人よ、味方の人よ。ああ、それは動いちゃう。あれだけやられたら、あれ。さて動き出した。これちょっと厳しいね。こんなに早くペイロを出されちゃうと、ちょっと力の差があるんじゃないかなと思っちゃうな。止められ、どうしようかな。これフォードで行くべき、どういうか、上にいるよね。止めないとダメなんだよ。あれ、危ねえ、ちょっと待った。そうだよね、いてていてて、どうすっかな。車に行く人がいないね。止める人がいないな。やっぱフォード必要だよね。車がガシガシ動いちゃってる。I don't fear. どういうこと？ Better start running. はい、止める。Feel the gravity. とりあえず車を止めなきゃ話にならない。動いちゃうからね。あれ、なんかくっつくな、これ。これくっついちゃうんだよね。くっついちゃうんだよ、本当に。あれ？ナイスナイスナイス。3分でしょ？あー、危ない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 。危な。さて、あ、いい感じで、やっぱ守りは有利っちゃ有利だからね。ある程度の力の差があっても、守りの方がやっぱ有利なんだよね。
なんか通されてってんだけど、どっかな、そこ。どこ？あそこ。あててててて。車に待って、もう一人車に欲しいんだよな。あ、行ってくれてる。ナイスナイスナイス。あ、ガシャンガシャンやられちゃうね。もういいねいいねいいね。ルジンマカちゃんっていう人が守ってくれてる。あれ、あ、倒せないの、回復しやがった。マジか。あそこに回復アイテムあったのかな。さあどうしようどうしよう。ここまで来られちゃうとまた面倒くさいんだよね。ナイスです。裏から来る。 Better start running。よいしょ。あのカトリン邪魔ね。カトリンは近づけないか。よしよし。いい感じで守ってはいる。いい感じで守っているけど、カトリン邪魔。当たらないんじゃない、あのカトリン。近づいてこれないでしょうか、ね、うわ近づいてきた。どこだ、あそこか。カトリン上ね。どうやって上行くんだこれ。あーなるほど。あ上は行ってくれて、あ倒してくれた。ナイス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 。オッケーオッケーオッケー。このまま行けば いい感じで行ける。裏取りして、はいはいはい。さてあとまだでも1分あるんだよな。長いよね長い。またおしおしおし。あれ抜けちゃう。オッケー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 。いいね。後ろか。よし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 。これ邪魔ね。あ、後ろになった。なんで後ろにいっぱい張っちゃったの。なんだこれ。見えねえ。見えねえし。あ、危ない。いて。さあ、こっから止めないと、一気にガーって運ばれる。パターンがあるからで、急ごう急ごう。止める人がいないんだよな。そうなのよ。止めよう。止める人がいないってだろ。うん、いいんじゃない。よし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 。勝てたかな。これ後半戦ないよね。大丈夫だよね。オッケーオッケーオッケー。お見事。よし勝てた、うん、防衛側になるとちょっとホッとするよね。ちょっとラッキーってなるよね、うん、お見事でございます。はい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 。それでもらうものはもらっちゃおう。まず決定戦でこれをもらうと。はい、もらって、ほんでその後にイベント、パズル、治療。うん、いいね、いいね。ほんで、おぉ？なんだろうね、これね。まだわからない。このパズル、意外と楽しいよね。よっしゃ。じゃあ、今回は、いろいろね。新情報がちょこちょこ、次のシーズンに向けてのね、あの情報がちょこちょこ出てきてるって感じよね。新しいキャラもね、
どうなることやらっていう感じですよ。楽しみっていう感じだね。それでは今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうね。ノマチューブ。